なぜ WHO はこんなにも急いでですね、次のパンデミックが来るということを言って、世界中の国が WHO を筆頭にいろんなルールを決めて、その指示に従わせようとしているのかってことなんですね。で、WHO というのは何か、誰がお金を出しているかってことなんですよ。で、この予算だったり拠出金みたいなのっていうのは、本当になんかいろいろ複雑でですね、きちんとした数字の表みたいなのが分かりやすく出ていればいいんですけれども、年によってもね、変わってくるみたいなんですけれども、基本的には加盟国からのですね、予算、お金を出しているわけです。で、プラスアルファは、いろんなですね、製薬会社だったりとか、いろんな、財団だったりとか、いろんなところ、機関が、お金を出している。そういうことで、運営をされているわけですね。そしてですね、この WHO に代わる、WCH、というものが今、団体が作られてですね、世界中でもう WHO をやめて WCH に変えるべきだっていうことで立ち上がっている団体があって、僕も非常にそれは賛同しているんですが、その WCH が公開している情報の中で、これ2023年1月にのバージョンなので、情報が少し古いところもあるかもしれないんですが、基本的な部分に関しては資料の通りだと思います。で、この中でですね、大切なことが、大前提として、ね、WHO は民主的に選ばれた機関ではない。確かにそうですよね。なんかよくわからんけど、国連の下の一つみたいな感じで、もう当たり前のようにあるんだけれども、決して民主的に選ばれた機関ではないわけですね。で、厳密に言うと国連機関でもないらしいんです。関わりはあると思いますけども。さらに、その予算の大半は民間からの献金であると。で、民間からの献金って、例えばどういうところが出しているかっていうと、医療や製薬業界、民間の巨大基金などが、大半を占めている。プラスアルファはその加盟国からのお金ということですよね。になるんですが、で、この民間からの、献金の中で一番有名なのが、ビル・ゲイツ財団ですよね。めちゃくちゃお金を出しているわけです。WHO に。で、ビル・ゲイツ財団が何やってるかっていうと、〇〇〇〇だけじゃないですけれども、あれの開発とかそういうことにもすごく力を入れているわけなんですね。そういう一連の流れを、だからどこがお金を出してるか、さらに、その国別の、その WHO への予算のね、出し方っていうのは、やっぱりアメリカとか、中国とかが、金額が多いというふうに言われています。アメリカや中国が WHO にお金を出している。さらに、製薬会社とか、医療関係の業界がお金をいっぱい出している。さらに一番お金を出しているのは民間の巨大基金など、ビル・ゲイツ財団がすごくお金を出しているわけなんですね。で、そういうところがじゃあ連動して何をやろうとしているのかってことなんです。簡単に言うと、どんな公的な機関といえども、お金の流れを見ていくと、お金を出している人たちの思惑や意図が強く反映されるというのは、これ自然の摂理だと思うんですね。今回の〇〇〇〇、日本でもですね、いろんな分科会だったりとか、いろんなそういうね、ものが作られてきたんですが、それはですね、この前、そこまで行って委員会の中でも取り上げられていましたが、ちらっと。結局、医療村って医療で儲かっている人たちがいて、そういう人たちの力が強く反映されてしまっている。そういう人たちにとって都合のいい分科会とか、そういうものが、人選が選ばれてしまって、そういう人たちにとって都合のいい政策だったりとか、にされてしまって、本当にどれが正しいかとか、本当にやらなきゃいけないことではなくて、その政策によって儲かる仕組みができてしまっている。これが一番問題だよね、みたいなね、話が出ていたんですが、まさにその、日本の国がやっているそういうものに関しても、そうですよね。分科会だったり、検討部会だったりとか、そういうものも公的な機関のような感じがしているんだけども、結局お金の流れを見ていくと、そういう利益を得ていく人たちの力が強く働くてしまう可能性はあるわけで、そして、ある意味で言うと自然かもしれないですよね。自然の摂理かもしれない。そう考えると WHO っていうのも、お金をどこから流れているのか、なぜトランプ大統領が脱退しようとしたのか、なぜアメリカで中国が一番お金を出していて、ビル・ゲイツ財団みたいなところとか、製薬会社、製薬業界の企業とか団体がお金を出しているのか、そういう人たちにとって都合のいいことって何なのかっていうことなんですよね。